番です。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張っていきましょう。本当になりますけどね、はいはい、ミュージシャンってね、かっこいいじゃないですか。まあまあ、かっこつけてますからね。いやいや、普通にかっこいいじゃないですか。いやいや、ミュージシャン、かっこつけてるからかっこいいんですよ。なんでそんな言い方なんですか。いや、別に全然いいんですよ。それはかっこいいと思われてなんぼの職業ですからね。全然かっこいいつけていいんですけど、あれかっこつけてるからかっこいいんですよ。なんでそんな言い方なんですか。いや、別に全然いい、全然いいですよ。それね、かっこいい方がいいんだから、かっこつけていいけど、いつからカッコつけるようになったのかなっていうのは気になりますよね。いつからとかないです。なんそんな悪い、いやいや、悪い。いつから、行くぞ横浜っていつから言うようになったのかなっていうのは気になりますよね。どの瞬間からあれを言うようになったのかなっていうのはちょっと気になりますよ。なんですかそれ。行くぞ横浜って言うだろう。横浜アリーナでライブやった時とかに。行くぞ意味わかんないよ。お前が来てんのにっていうのはあるよ。行くぞっていうか、お前が来てんだよっていうのある。もう来てる、みんなも来てるし。武道館続いてこいとか言うだろ。意味わかんないよ。お前が入り込んでるだけなのにっていうのあるけど、あれをいつから言うようになったのかなっていうのは気になりますよ、ね。いつからとかないでしょ、別に。いや、あるの。もともと持ってる。もともと持ってる。言えるか、じゃあ、お前。言ったことあるか、ライブ出てきて。行くぞ、阿佐ヶ谷って言ったことあるか。ザングザついてこいって言ったことあるか。ないとか、いつからかあいつらは、行くぞ、横浜って言う前になってくるんだよ。そろそろ格好つけるかってなるんだよ。ある日を境にちょっとあれ言ってみようってなってる日が絶対あるんだよ。それで、行くぞ、横浜って言い出すんだよ、急に。そうだろ。大体不良とかがバンドとか始めるんだよ。ダリーナって言ってたやつが、あんなにダリーナって言ってたあいつが、10年後、行くぞ横浜って言うな。あんなにタバコを吸ってたあいつが、喧嘩もした。ある日突然ギターを持ち出しますよ。それブルーハーツでも聞いたのかな。ブルーハーツでも聞いてギターを弾いたあいつが、10年後、行くぞ横浜って言うようになるんだよ。あんなにシャカリキのやつ嫌いだったあいつが。っていうマインドを持ってたんじゃないですか。持ってないで、学校で不良なんかやってなかった言ってたか。学校の言う時がないからね。中学校の時に、エグゾは横浜でチャリの中に言ってたから、校長ついてこいとか言ってなかったから。いや、ある日急にそろそろ言うかみたいな時あったんだ、あいつも。急になんか、俺言うわみたいな。今までシャカリキのやつバカにしてたけど、俺言うわ横浜って言うようになったんだよ。横浜ついてこいのやつ言うわって言う瞬間があったんだよ。不良はまだいいですよ、もともとイケイケになったから。最近なんか吹奏楽部出身のバンドとか多いでしょ、そういうやつ。まあまあ、文化部出身のバンドとか。そうらしいですね。あんな吹奏楽部なんてこんなんで教室の偏見だよ、偏見。偏見、全員こうで吹奏楽部のやつ教室するみたいな。違うよ。いいんだよ、もういいよ。悪口言っていいんだから、令和の時代は。悪口、何か誰も傷つけない笑いだよ、あんなクソなんだから。無差別に傷つけていく笑いやった方がいいんだよ、絶対に。こうだよ。吹奏楽部のこうだったあいつが、10年後、行くぞ、横浜だよ。あんなに球技大会でパス来ないでくれってやつって、あいつが。活躍できないからパス来ないでのあいつが。いや、持ってたんじゃないですか、そういうマインド。10年後、まあ、マインドだからこうだったもん。10年後、あいつが。行くぞ、横浜だよ。あんなにヘディングできてなかった、あいつが。こうやってヘディングいっちゃって。こうやっていってバウンドして顔面に当たって、耳、まあ、こういかないと、ヘディングは。ボールを見てこうだよ。でも、運動とかやったことないから、こういって、バウンドでこうなって、耳真っ赤っかになってた、あいつが10年後。行くぞ、横浜、耳真っ白。それそう、耳真っ白の状態で、あんなに国語の発表の時に当てられて真っ赤っかになって襟足びしょびしょになって、あんなに真っ赤になったあいつが10年後脳汗で行くぞ横浜で言うようになるんだよ。おかしいだろ。でそういうやつはだから文化祭とかで活躍する。文化祭も意外とサッカー部とかの活躍するから、イケだからポップコーン行きますかって言えるから。でも吹奏楽部のやつはもうポップコーン粒2粒しか売れない、あんなやつ。粒それほどあのヘディングのあの時の春先の球技大会のヘディングがあるからね。ヘディングの真っ赤になるからもういかがですけど、ね、2粒誰が粒で買うんですか。いやでも売れない、それが声出せないからあいつは。でも10年後行くぞ横浜でペンライト70万本売るぐらいのやつ、粒でしか売ってなかったのに。そういうことになるんだから、あんな粒であいつボールケット引こう、こうちゃんと軸足をやんないと、やったことないからね、あいつは。あんなやつがなってるの、ハハハじゃないんだよ。そうだだとしても別にいいじゃん。違うんだよ、だからあいつらいつか言うよ、なんでそのこういうやつがなんか行くんだよ、音大とか美大とかに。で こいつらばっかりの学校に行くんだよ。こいつら専門学校に行くだろ、だからこいつ専門学校の中のこいつが出てくるんだよ。あれこの中でこれいける、その働きありと同じだよ。20匹ぐらいいたら出てくるみたいな感じで、なんかもうこの中でこれでいけるぞみたいになって、そいつが行くぞ横浜って言い出すんだよ。だとしてもいいじゃないですか、別に。だいいけど、そのあの時の気持ちを忘れんなってんだよ。あの時の気持ちを持って横浜アリーナに立ってほしいんだよ、舞台に。すいません、これでした、僕は中学でこれで真っ赤のやつ、すいません真っ赤ですけど、粒しか売れませんで、2粒でした、2粒でしたよ、2粒でしたけど、ちょっと音大とかに行ってこれ専門学校の中でこれに慣れたので、髪も伸ばしてちょっと前髪重めにして、ちょっと本当は全然ブスです、全然ブスですけど、本当は全然ブスでも雰囲気でごまかしてます、こういうのもあります、こういうのもやりました、音楽って恋愛した方がいいよって言って、音大でちょっと付き合いました、そんな僕が言います、行くぞ横浜って言ってくれるんだよ、それぐらい言ってくれよ。だとしてもそうする必要がないでしょ。あるんだよ。なんでですか。チヤホヤされてムカつくからだよ。勝手すぎるだろ。寝話もそれのみだよ、行くにしろ、どうもありがとうございました。